フランス・スペイン戦争は、フランス王国が30年戦争に関与した結果、起こった1635年から1659年までの戦争である。ドイツとスウェーデンが同盟を結び、新生ローマ帝国との関係を修復したことに伴い、フランスの領土がハプスブルク家川の領土に包囲されてしまったため、フランスの最小利主流は、ハプスブルク家川のスペインに戦線復刻した。 北、イタリアにあったマントバ公国の後継ぎが絶えたのに、付け込み、フランスがスペインハプスブルク家の領土であった。北部イタリアに侵攻したマントバ継承戦争に引き続いて行われた。この戦争は1659年にピレネー条約により終結した。長年にわたりバロアーサ、ブルボン朝領王朝下でのフランス王国はハプスブルク家のライバルであった。ハプスブルク家は スペインハプスブルク家と新生ローマ帝国のオーストリアハプスブルク家二つの系統が個別に統治していた。16世紀と17世紀の長い間、フランスは三方をハプスブルク領と隣接していた。北方をスペイン領ネーデルランと東方をフランシュコンテ南方をスペイン本土とである。ハプスブルク家はフランスの領土拡大路線に立ちはだかることになり、 紛争の時にはフランスは複数の方面から侵略を受ける可能性があった。したがってフランスは国境地域でのスペインの統制を弱体化させようとした。30年戦争の間、すなわちプロテスタント諸行が神聖ローマ帝国のオーストリア・ハプスブルク軍と戦っている間、フランスはオーストリア・ハプスブルク軍の敵の支援をしていた。例えば、 フランスは1630年のスウェーデンによる新生ローマ帝国侵略をも支援した。思いもよらない大成功の後、スウェーデン軍はスペイン・オーストリア両ハップスブルク軍によってネルトリンゲンの戦いで敗北し、スウェーデンと同盟したドイツ諸行の多くが皇帝側に寝返った。これは皇帝に有利な講和を導くことになる。スウェーデンはその後も戦い続けたが、 スウェーデン軍はひどく弱体化した。フランスの最小リシュリュース気境は、戦争がフランスに有利な結果に帰着するよう、同盟国スウェーデンの支援を決意し、1635年に先端を開き、スペインに宣戦線した。スペインと開戦したフランスはまず1635年のレザバンの戦いで勝利したが、スペインは翌年南ネーデルラントで反撃に転じ。 電撃の勢いで北、フランスに侵攻した。その結果、フランス軍は混乱に陥り、北フランスの経済は大打撃を受けた。そのままパリに侵攻するかと思われたが、スペイン軍は資金の問題で進軍を停止せざるを得なかった。フランス軍は再集結して、スペイン軍を南ネーデルラントへ押し返し、また、ロレーヌ地方のアルザスにも軍を派遣して、 地中海沿岸のジェノバを経由して、スペイン本土とスペイン領ネーデルラントをつなぐ生命線であった、スペインの道を切断しようとした。1640年、スペイン内部での政治的な緊張により、カタルーニャとポルトガルで反乱が起きた。スペインはこれに加えて30年戦争の最中でもあったため、スペイン帝国の解体が明らかのように見えた。1月17日、 カタルーニャ共和国の成立とフランスとの同盟が宣言され、フランス軍は反乱の支援を名目にカタルーニャを占領した。1643年、フランス軍は北フランスのロクロワの戦いでスペイン軍に勝利、スペイン軍無敵の神話がここに終わった。30年戦争の最後の10年間において、スペイン領ネーデルラントに駐留したスペイン軍は、フランスと、 オランダ軍に挟み撃ちにされ、レンスの戦いで、フランス軍に大敗北を起死した。しかし、フランスとオランダの連合軍は依然として、フランドル軍を決定的に打ち倒すことができなかった。30年戦争の交渉において、フランスはスペインを交渉から除外するよう強く要求したが、諸国の反対にあって失敗した。ベストファーレン条約において、フランスは、 アルザス地方で領土を獲得、スペインの道の妨害に成功した。スペインは、ネーデルラント連邦共和国の独立を承認したが、それ以外で失ったものは少なく、ライン川流域で占領した土地を放棄する代わりに、賠償金をもらったほどであった。イタリアにおいて、フランスはいやいやながら同盟したサボイア公国とともに、ミラノ公国に攻撃を仕掛けたが、 これに1639年から1642年までのピエモンテ内戦が加わり、情勢は混乱を極めた。1640年のトリノ包囲戦は、この紛争で最も有名な戦闘であった。1646年、フランス陸軍を支援するために派遣されたジャン・アルマンド・マイレイ・コールブレゼ率いるフランス艦隊は、オルベテロの海戦で敗れ、陸軍も、 イタリアでの戦闘で敗れた。ミラノはやはりスペインに支配されたままだった。不安補正でアウストリア、バランシェンヌの戦いにて1648年、30年戦争の終了とともに、フランスでフロンドの乱が勃発、1653年に国王軍が勝利するまで続いた。この反乱でフランスの貴族の勢力が弱まり、 後ののイ14世の絶対王政の幕開けとなった。しかし、フランス貴族が始めた西仏戦争は、フランドル、カタルーニャ、イタリアなど各所で継続した。1652年にコンデコの反乱軍がスペインと合流したが、スペインもポルトガル王政復古戦争とカタルーニャでの収穫人戦争かかりきりであった。戦略的な理由により、 スペインはフラントルとカタルーニャでの戦闘に集中し、ポルトガルに足場を固める機会を与えてしまった。イタリアではサボイア公国とスペイン領ミラノ公国の境界で戦いが続いていた。フランスは1647年の1649年と1655年の1659年の2回、モデナ公フランチェスコ一世の助けを得て第二の戦線を開いたが、 二回ともスペイン軍を破ることに失敗した。南イタリアでも1647年のナポリ反乱が失敗し、フランス軍は翌年にはスペイン陸軍と海軍によりナポリから追い出された。しかし、フランスとポルトガルの連合艦隊がピオンビーノとポルトロンゴーネを占領したことでモデナ公国を味方に引き込み、イタリアにおける補給地にすることには成功した。 戦争を通してフランスのイタリアにおける作戦はすべてスペインの補給路を立つためであったが結局すべて失敗した。スペインではポルトガル王政復古戦争と収穫人戦争の両方がフランスから援助を得ていたがフランスがフロンドの乱で一時的に弱体化したためカタルーニアで敗北を重ねた。しかもフランス人がスペインハップスブルク朝よりも 強圧的であることが知られ、スペイン支持に倶り替えした、カタルーニャ人が続出した。フランスの内部分裂を後期と見た、レオポルト・ビルヘルム大公は1652年2月と3月に、スペイン軍を率いて、ネーデルラントからフランスに侵攻。一度目は、住民の抵抗で撤退したが二度目は北フランスの、トリデをいくつか落とした。カタルーニャでの支持を失い、さらに北から、 スペイン軍が侵攻してきたためフランスはカタルーニャでの援軍を引き上げざるを得なかった。カタルーニャの反乱軍と残ったフランスの援軍は1652年10月に降伏した。今度はスペイン軍がピレニエ山脈を越えてルシオンに侵入したがポルトガル王政復古戦争が継続したため本腰を入れられず戦線はこ着した。1653年になると 西仏ともに息切れし始め、7月まで補給が来なかったため、戦いができないというありさまだった。コンデコーがペロンヌで、トゥレンヌを不利な情勢に追い込んだこともあったが、スペイン軍を率いたフエンサルダーニャ博は、自軍の温存に固執して退却し、長期が失われた。1654年の主な戦闘は、アラスの戦いの一件のみであり、アラスを包囲したコンデコーに対し、 トゥレンヌが突撃を仕掛けて撃退、コンデコーも規律を保ったまま撤退した。1655年、フランスがイタリアのパビーヤで再び敗北を喫したため、スペインはモデナ全土を占領した。フランドルではトゥレンヌがランドルシート3位コールギスランを占領した。1656年にはコンデコーがバランシエンヌの戦いに勝利して、包囲を解かせ。 アラスでの敗北の復讐を果たしたが、トゥレンヌも規律を保って撤退した。その頃、イングランド共和国も、英日戦争でスペインと戦っていた。これを後期と見たフランスは1657年3月のパリ条約でイングランドと同盟を結び、イングランドにダンケルクを与えると約束した。1657年の戦役は大した戦闘もない、まま終わったが、この年は、 オリバー・クロムウェルがイングランド軍3000を大陸ヨーロッパに派遣した年でもあった。ダンケルクを新しいカレーにしようとしたイングランド軍は戦意が高くすでに惰性で続けただけの戦争に活気を与えた。砂丘の戦いダンケルクはすぐさまに包囲され、不安補セでアウストリアとコンデコを率いる救援軍がフールネから現れると、英仏同盟軍は砂丘の戦いでこれを打ち破り、 ダンケルク包囲戦も同盟軍の対象に終わった。勝利を拡大しようとしている。フランス軍はカタルーニャとイタリアに再び侵攻したが、またもやスペインに敗れ、走行しているうちに講和条約が締結された。講和条約のピレネー条約は1659年11月5日に締結された。条約により、フランスはアルトワ、ルシオン、そして、 スペイン領ネーデルラントとの境界にある小さな領地を獲得した。その代わり、フランスはポルトガル王政復古戦争におけるポルトガル支援を取りやめた。1660年1月27日、コンデコーはアーヘンでルイ14世の許しを得てフランス軍に復帰した。敵同士として戦ったコンデコーとトゥレンヌはそれ以降、味方としてフランス軍を率いた。 連合軍に占領されたダンケルクはイングランド領になり、1662年にチャールズ2世が同地をルイ14世に売却するまで維持された。ありがとうございます。